マストドンサウルスは約2億4500万約1億9960万年前のパンゲア大陸の淡水域に広く分布していた大型両生類の一種。名は高分シイメマストドンサウルス科に分類される。最大全長約6メートルに達する本種は三畳気候機の大陸部における最大級の動物であったと考えられる。俗名マストドンソリスは 古代ギリシア語、ミューアルファーシグマタウ、乳房ーーデルタ、はシグマアルファーロー、トカゲによる合成語で、チブサを思わせる、塩水系の葉を指しての命名である。しかしながら、サウルスの名に反して、本種は、爬虫類ではない。これは化石の発掘当初は研究の不足から、恐竜だと考えられたためである。化石は、北アメリカ大陸、ヨーロッパ大陸、アフリカ大陸、 中国大陸及び日本列島などで発見されており、このことから当時の超大陸パンゲアの非常に広範な地域の淡水系に分布していたことが分かっている。日本では2006年に宮城県南三陸町うたつの唐島にある約2億4500万年前の窒素から出土した科学骨の化石が東京大学とドイツのシュトゥットガルト州立、 自然史博物館の共同研究により2008年になってマストドンサウルスと同化レベルで禁煙のものであると判明し当地もかつてマストドンサウルス類の分布域であったことが明らかとなった同時にこの発見によってマストドンサウルス類の生息年代が三畳期中期から前期にまで遡れることが分かった最大全長約6メートルに達する本種は三期の 大陸部における最大級の動物であったと考えられ、当時の頂点捕食者の一つであったと見られる。巨大な顎を備えた非常に大きく扁平な頭部、短く頑丈な胴、体格に比べて小さいが頑丈な獅子、非常に短い尾を持つ。確認される最大個体は、頭骨長約1.4メートルに及ぶ。近年の研究ではもっと尾が長く、 ワニと掃除をなす体型だったのではないかとも言われている。下顎の先端に長い牙があり、口を閉じた時には口外にある穴を通して頭蓋骨の上にまで突き出ていた。この牙によるものらしき歯型のついた小型分子類の化石が発見されている。また、それ以外にも加えた獲物を逃がさないための塩水状の小さく鋭い歯を多数有していた。 干ばつによって干上がった固定で大量死したと見られる。痕跡が発見されており、おそらくは故障に生息する動物で、陸に上がる能力はなかったと見られる。推定で待ち伏せし、魚や他の両生類などの水生動物や、水辺に近づく小さな主流類,類などの陸生動物を捕食していたと思われる。クソイシの分析により、主な獲物は魚類であったらしいことが判明している。 このように、発掘当初は、恐竜の一種だと思われていたためにサウルスの名が、命けられた例は他にもバシロサウルスをはじめなに、例も見られる。ありがとうございます。